1870年頃のメアリー・エドワーズ・ウォーカー。彼女はよく男性の服装をし、その男装のために逮捕されたことも何度かある。メアリー・エドワーズ・ウォーカーは南北戦争で活躍したアメリカの軍医。女性として名誉勲章を授けられた唯一の人物である。フェミニストでもあり、生涯のほとんどを男装して過ごした。ニューヨーク州お水ー後のアルバー・ウォーカーと、 ベスタ・ウォーカーの間に生まれたメアリー・ウォーカーは、教師として働いて得た学習をもとに医学を学び、1855年、シラキューズ医学大学で博士号を終え、卒業した。学友のアルバート・ミラーと結婚し、二人で共同して、ニューヨーク州ロームで開業したが、その当時、女性の医者というものが信用されなければ、敬意も払われなかったため、繁盛することはなかった。 南北戦争が始まると、メアリー・ウォーカーは民間人として北軍に志願した。陸軍には女性の軍医が存在しなかったため、当初は看護師としての実務のみが許された。この時期、1861年7月21日の第一次ブルランの戦いに参加し、ワシントン DC の特許局病院にも勤務している。また、 フレデリックスバーグの戦いやチカモがガの戦いの直後のチャタヌーガなど北軍の前線にほど近い野戦地でも無償の下界として活動した。やがて1863年9月に将軍一構補正契約をカンバーランド軍と交わし女性として史上初の合衆国陸軍軍医になった。その後第52オハイオフ評連隊の将軍医として勤務した。 この期間、彼女は、頻繁に前線を越えて敵地に入り、民間人の治療に当たった。1864年4月10日、南軍の部隊に捕らえられ、スパイとして逮捕された。逮捕後リッチモンドへ送られ、1864年8月12日に、捕虜交換の一部として解放された。引き続きアトランタの戦いに参加した後、ケンタッキー州、 ルイビルの女性捕虜収容所の監督を務め、テネシーの個人院の委員長となった。戦後、ウィリアム・ティジャーマン、ジョージ・ヘンリー・トーマスの両将軍が、メアリー・ウォーカーを名誉勲章の受勲候補として、推挙した。1865年11月11日、アンドリュー・ジョンソン大統領の署名の下特に第一次ブルランの戦いにおける功績に対し、 名誉勲章が送られた。勲章の授与に伴う症状には次のように書かれている。報告により明らかであることは、メアリー・イー・ウォーカー医学博士は政府に価値ある貢献を行い、様々な面で熱意に満ちた目覚ましい努力を行い、しかも、ケンタッキー州ルイビルの女性捕虜収容所においては、陸軍大将シャーマン及び陸軍大将トーマスの推挙されて含むした、 将軍医としての義務と責任を全うした。合衆国軍医として誠実に働き、戦場と療養所との両方で、自身の健康も顧みず、小病兵に対して愛国的情熱を持って治療に尽くし、軍医として活動していた間には4ヶ月にわたり、南軍の捕虜収容所での戦時捕虜生活に耐え忍んだ。軍人にあらざる彼女ゆえに、 現行法の下では名誉昇進を与えることはできないが、大統領は彼女の功績特難に対し何らかの栄誉が認められて叱るべきものと考える。よって、メアリー・イー・ウォーカー博士へ、その大いなる貢献に対し、名誉勲章を与えるものとする。戦後は、ライターや講師として、健康や節制、女性の権利、女性の衣装改革といった問題を論じることに、 人生を費やした。1917年、合衆国議会により、名誉勲章の授与基準が、敵との直接的な戦闘に関わったものにのみ与える、ものとされ、それまでに、授与されていた勲章のうち条件を満たさない900件、あまりの勲章について、返還を求めることとなった。この対象に、メアリー・エドワーズ・ウォーカーや、バッファロービル等も含まれている。ウォーカーは、 この返還命令を拒否、死ぬまで勲章を身に帯びていた。ウォーカーの死後の1977年、ジミー・カーター大統領によって、ウォーカーの名誉勲章が回復されている。第二次世界大戦中に建造されたリバティ戦、SS メアリー・ウォーカーは彼女にちなんで名付けられたもので、ある。ありがとうございます。